ウサギを捨てるというのはどういうことなのか、でウサギの里親探しの大変さであるとか、と命とは何ぞやとかまだあんまりその企画自体としてあんま詰められてないんですけど、うん、そういう感じのテーマでちょっと一本作ってみたいなと今思っていて、はい、動物の皮をかぶった人間になってくるわけです、うん、そうなるとやっぱり命っていうのはあの人間も動物もレベルが一緒だっていうことになってくると、だんだんその命を飼うというよりは里親としてあの今飼い主さんがいないペットを探してきたりとか、私もあのウサギをかつて飼っていてすごい長生きしてくれたんですね。で1匹は10歳、もう1匹は12歳まで生きてくれて、本当に可愛い姿を最後まで見せてくれて、あのそのウサギの魅力っていうのを発信しがてら、その動物愛護の抱える問題っていうのを一緒に絡めていければいいなと思っています。